林大輝は、中華人民共和国香港の政治家、実業家、及び場所。香港の新海元明らの平山地区の出身で、辰則学校から香港理工大学へと進学して防食についてを学んだ。その後およそ25年の間防食工業会に身を、当時、半島張織集団の経営責任者に就任している。現在は、 香港防食商会常務副会長や、香港防食業連合会理事などを兼任している。また、香港の政界においても活動しており、香港特別行政区立法会議員、区域市政局委員、中国人民協商会議メンバーなどを務めている。その他、香港ファーストディビジョンリーグへの所属経験がある、チームのオーナーを務めたことがあるほか、 自身が創立した林大輝中学などの教育機関も経営している。香港ジョッキークラブの会員であり、自身の持ち馬には奇妙及び継続の冠名二つを使用している。代表的な所有馬に香港国内 G2 のスプリントカップで優勝したウルトラファンタジーがいる。同馬は2010年10月に日本へと遠征しており、 そこで、スプリンターズステークスを制して、中央競馬及び国際 GI 競争の初勝利を記録している。ありがとうございます。